アメリカにジョニー・デップという大人気スターがおりますね。もともと歌手でしょ、この人。そうです。ところが映画に出ると、枠にはまらない演技を見せまして、うん、ようはみ出るんですね。これがおもろいので、まあ、パイレーツ・オブ・カリビアンとかね。もう代表作ですね、非常に真面目な、見せ場はそんなにない、暴れるところはない映画もね、ようさん出てますよ。そうですね。ショコラとかいろいろあるんですがね。いいですね。この度、チャーリー・モルデカイ、はい、華麗なる名画の秘密という映画撮りまして、宣伝に日本に来てますね。はい、私はあれむっちゃんも見たんだっけ。いや、私はまだ見てないです。先日これを試写で見ましたけどね。ありましたね、試写会。まあ、むちゃくちゃおもろいという映画ではないけれどもね、かなりドタバタなんです。まあ、吉本新喜劇のようなテイストですね。で、まあ、この人ジョニー・デップという人は新しい映画を撮るたんびに新境地を、わしは前の映画と同じではないぞというところを見せるんですが、今回チャーリー・モルデカイって決体な名前やね。そうですね、それ人の名前ですか。美術賞のおっさんの名前なんですがね、もともと三子なんです。で、世界的な名画モナリザの美少の偽物作ってね、モナリザの爆笑という名前つけたりしてそうですか。ミロのヴィーナスの偽物で、ミロのピーナッツという名前にしたりしてね、はい、高い金でね、そういう美術好きの人に売りつける詐欺師、詐欺の美術賞ですが、ヒゲつけてるんです今度は。はいはいはい、でこれがこの度の僕の新境地やと言うてますけどね。まあこれ、あのグイネス・パルトローという女優さん、まあ、上手になったと思います。もともと恋に落ちたシェイクスピアという映画で ね、アカデミー取りましたもんね。最優秀女優主演賞取ってるんですから、はい、うまい人ではあります。そりゃそうです、お父ちゃんが映画監督、お母ちゃんが女優でしたからね。はい、お父ちゃんと共演したデュエットという映画あるくらいなんですけど ね、まあそのグイネス・パルトローがお色気たっぷりで、一回り二回り成長した芝居見せますね。でジョニー・デップはね、とにかくこの映画も世界中にヒットさせたい、はい、世界中今宣伝に回っていて、ね、今日本へ来てるんですが、はい、27日の記者会見をドタキャンしたんですね。なんでや、これだけ大勢の人が待ってるのになんでドタキャンしたんや。だ、映画会社は体の調子が悪いんですと、こう説明しておりました、はい、どうやら二日酔いらしいですねところがね、はい、昨日改めてお詫びの記者会見をやった。その時にジョニー・デップは何という言い訳をしたか、はい、ほんまかいな、爽快な、へえというような言い訳してますね実は僕がホテルで寝ている最中にチュパカプラが襲ってきて大格闘をやったんだと、はあ、チュパカプラってなんやね一体これあやちゃんめんちゃん知ってますか。日本ではあんまり ね、 そうやね、日本聞いたことないですよ ね、 ね、海外ではなんか結構有名みたいですけどね。外国ではね、はい、南米南アメリカに住んでいる未確認生物、はい、あの誰もがはっきりと確かめたことのない生き物で、怪物チュパカブラというのが南米南アメリカにいるらしいんです。でこれイギリスはスコットランドのネスという湖におります怪獣、ネス湖の怪獣とか ね、ヒマラヤの雪男とかね、はい、日本のツチノコとかね、これらと同じように確認されてないんです、はい、で実はね、日本足で立って歩くという説とね、いやいや四つん這いになって歩きよる走りよると見たという人の証言がまちまちなんです、ただし背中には鋭いトゲがね、いっぱい生えておりまして、これに刺されるともう毒によって命が危ない、これに襲われた、日本の東京のホテルの23階の部屋で寝ているときにね、そうですか、なぜか南米からやってきたチュパカプラに襲われて、僕は大格闘したってその説明がね、うまいんだそうですね。そうですか、別にニヤニヤしながら喋らず、照れくさい顔で喋らず、真剣に語るんだそうでね、はい、報道陣も納得した。納得しましたか、はあ、そうですか、それほど、やっぱり上手に真実迫る語り方をしたそうジョニーデップが言うから、まあしゃあないかなって感じですよね、まあ、その点ねやっぱりあの芸能界というところは人気者に甘い、はい、そうですね、で人気のない人、
言葉は非常に悪いけど、まあ下っ端の人々には厳しい、そうですね、これが芸能界の変な常識ですね、まあ、下っ端の人がそれ言うたらきっと凍りつきますもんね、会場がね、そうなんですよ、叩かれますよ非難されますよ、そうでしょうね、ジョニー・デップが言うからね、おお役者やのーとほんま二日酔いやったそうです。そうですか。二日酔いでもいかへんと言うたらしいんです。記者会見にね。なんかちょっと昔のジョニー・デップに戻った感じですね。いやもうそういう点ちょっと変人ですからね。そういうところありますが、はい、今回の言い訳はチュパカプラに襲われて、はい、大格闘してね、最後にホテルの23階の部屋の窓からチュパカプラを掘り出したと。やっつけたと。そこまで真剣に語るわけですよ。そうですか。ヒーローですね。もう何でもこの真剣にね、人気俳優が語るとね、周りの人納得してしまうんですね。心の中ではなあほなことあるかいな思ってて、おおそうかそうか、あんた上手に嘘話を作りますな、役柄からして詐欺師の美術でしょ、そうですよね、今回ね字で言ってますなと、まあ、みんなね誰も好見せなんだそうですよ、でまあなんですかこれね、この映画のキャンペーンにね、はい、ドイツ行ったり日本来たり ね、 なんかね ほぼ世界の主な国を飛び回ってますから、まあ、疲れはあったと思うんですね、あるでしょうね、そうですね、うん、ただこの日の夕方、昨日の夕方ですね、あの限定の催し物あった時は婚約者も連れて登場したというんですが、うん、はい、ですね、面白いですね、うん、ドタキャン、記者会見をドタキャンした言い訳にチュパカプラを持ってくるというとこね、ね、あんま聞いたことない、日本ではみんなキョトーンですもんねなんやねそういったもんですわ、はい。